地震の影響でですね、はい。作付けできないところが熊本に非常にたくさんありまして、で丹波無事でも家が被害を受けてとか、水路がダメでとか、そういうところは農機具が潰れてとかですね、いっぱいあって、でなんとかできるところはなんとかやろうということで、関われるところに全部関わって、必要なものを送りながら、自分も動きながら始めました。肉丸だったら肉とか味のしっかりしたやつに合うんですよね。粒がしっかりしてて、で丼、つゆを入れた丼とか、かき込むようなやつにぴったり合う品種です。で日の光はもうバランス型で、どんな料理にもすごく合って、西日本の農家さんに聞くと、大体もう日の光が一番うまいと言われる品種です。サバ節とか、あとウルメ節があるんですけど、今あやちょっと煙が上がってるとかはあると思うんですけど、今牛深に21軒かなあって、でうちみたいな会社が21軒あって、みんな同じようなその出汁の原料の製造。これ青味ですね。青味、僕がそのハイヤ節っていう歌を歌ってるんですよね。で、甥っ子たちがみんなおばさんのことをハイヤおばちゃん、ハイヤおばちゃんって言うんで、ハイヤおばちゃんのちょっとよりかけ、